走れ多いチャンネルです。今日はですね、少し前の動画で読み方付けをしましたグローバルエリートのグローブが完成したので、そちらを紹介していきます。今回はですね、こちらのグローバルエリートのグローブを、読み方付けをしました。で、こちら新品のグローブで、少し、つかみ取りというか深い感じの、グローブにしてくださいということでリクエストもらいました。いつも使っている自分のグローブはどちらかというと、こう浅いタイプのグローブで、まあんまり深くはしないようにはしてますね。どっちかっていうと少し浅めのグローブで作ってるんですけど、今回の、この後輩のグローブはどっちかっていうと、まあ掴むタイプのグローブにしてくれっていうことで、こちらのグローバルエリートの、グローブをお立ち付けをしました。で、今回は軟式のプレイヤーなんで、軟式ボールで、まあ少し、いつもより奥で、少し奥で掴む感じのグローブにしてくださいってことで片付けをしました。で、1週間ほど前に動画アップして、まあずっと部屋で乾かしてまして、で、まあ途中でこうはめたりして叩いたりしながらやっていましたね。形はまあ今8割ぐらいついたんですけど、まあ結構あの動画終わってからも叩いたりとか揉んだりとかして、今の状態がこんな感じに仕上がりました。で、あとは本当にもう本人が使って形を作ってくれればいいかなと思ってるんで、状態としてはもう、自分がする工程はここまでですかね。あとは本人に渡して、まあ、本人が少し使って柔らかくすればいいかなと思っております。で、まあ今回はこの3本目ぐらいで作らないようにしてくださいってことで、いつも自分の場合はどっちかっていうと、まあこういう感じにも使えて、こういう感じにも使えるようにしてるんで、あんまりこういつもとは違う感じでやったんですけど、どっちかっていうといつもこう指をこういう感じで押して取る感じなんですけど、今回はどっちかというと掴む感じの、こういう掴む感じのグローブにしました。ちょっと近くで見ていこうと思います。はい、そんな感じで、今回気をつけたポイントとしましては、まあ、やっぱり完璧にこうがっちりつけてしまうと、まあ、使う方が、その人のグローブになっていかないと思うので、まあ、自分の中で作るのは7、8割ですかね。で、まあ軟式ボールっていうのもあるんで、いつも使っているボールとは自分が違うボールなんで、ちょっと多分感覚が違うと思うんですよね。掴むポイントとか、掴むタイミングによって形が変わってくると思うので、そこは少し、気をつけて、あんまりこうがっつりつけないようにしました。ちょっとあと少し使ってもらって完成するって感じにしたんで、まああとは本人が使ってもらって、多分あと本当にノックとかキャッチボールをしていけばどんどん形が柔らかくなってくると思うんですよ。それなんで、あと本当にそこは本人に任せて、やろうかなと思ってます。とりあえず自分が揉み片付けした完成では、とりあえずこのぐらいが完成ですかね。あとはもう本人に任せようと思います。はい、というわけで今日はこの前揉みしましたこちらのグローブエリートのグローブを紹介しました。多分革の硬さによってお湯につける時間が変わってくると思うんで、そこは注意してやりましたね。他の面からより少し薄い、まあ軟式用っていうのは少し薄いので、少し秒数を減らしてやりました。皆さんも、まあ、芋煮片付けする際には自己責任でやってみてください。芋煮片付けのいいところっていうのは、やっぱりすぐに使えるところですかね。まあ時間をかけて作るグローブもあると思いますし、即戦力で使いたい方は芋煮片付けもありだと思います。そこは、自分のグローブですので、自分の判断でやってみてください。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。では、アーリアスだ、アーリアス、とどまることを知らない、とどまることを知らない、とどまることを知らない。チャンネル登録お願いします。